韓国青瓦台は29日、ムンジエイン大統領の母親イコール韓半億さんが帰徳状態にあり、文大統領はこの日、急遽母親の元へ出向く予定だと明かした。青瓦台の関係者はこの日、監視が死去したとの情報もあるが、事実ではないとした上で、帰徳であることは事実。大統領が今日、 訪問予定と伝えた。ムン大統領は去る26日にもヘリコプターでプサンにいる母親の元に駆けつけた。監視は体調を崩し、プサンの病院に入院中と伝えられている。26日は監視の容体が安定したことから、同日午後、ムン大統領は青瓦台に戻った。